今、緊急で動画を撮っております。この度ですね。大変な情報が入ってきました。アセヒト諸君はご存知だろうか。この、エルデンリングが、映画化するかもしれない。アセヒト諸君は言うだろう。マジッピ、と。マジッピ。アセヒト諸君が驚くのも仕方がない。トマトちゃんも、驚いた。エルデンリングがいくら神ゲーとはいえ、まさか映画になるまで話が進んでいるとは、ね、耳にミミズである。しかし、慌てないでほしい。そう、実際に映画化するとはまだ決まっていないのだ。こちらの記事をご覧いただきたい。これは、ゲーム、エンタメ情報サイト、IGN、ジャパンに掲載された記事だ。ソニーがフロム、ソフトウェアのゲームを、映画、ドラマ化するのは、考えられない話ではない。プレイステーションスタジオズのトップが語る。マジッピ。記事の URL を概要欄に貼っておくので、詳細については、各自で確認いただきたいのだが、どうやら、プレイステーションスタジオズの偉い人が、エルデンリングをはじめとする、フロムが開発したゲームの、映画やドラマなどの映像化を考えているらしい。アセヒト諸君は言うだろう。生きてるだけじゃないっぴ、ありえないっぴよ。と。慌てるでない。そう、記事にもあるが、ソニーは最近、ゲームの映画化やドラマ化にチャレンジしている。例えば、アンチャーテッド、グランツーリスモ、ゴーストオブツシマ、グラビティデイズなどの、映画化を実現しようとしているらしい。ソニーは、ノリノリなのだ。そして、記事にもあるが、フロムもやぶさかではないらしい。前にも動画で紹介したが、バンナムの偉い人は、このエルデンリングについて、めっちゃこすっていきます。という風に宣言しており、実際に、様々なグッズを作成したり、挙句の果てには、漫画化している。しかも、ギャグ漫画だ。映画化されてもおかしくないかな。ギャグ漫画化が強烈すぎて、もはや何でもありのように思える。もし仮に映画化されるなら、どのようになるのだろう。CG 映画なのか、実写映画なのか。もし、実写映画であるなら、ぜひトマトちゃんを出演させていただきたい。ライオネル役として、ライオネル役であれば、顔も出ないし、ワンちゃん、ティアさんと触れ合うことができる。映画化する際は、ご一行、おなしゃす。実写映画化については、賛否がつきものだ。漫画の実写化は、割と不評が多い。だが、エルデンリングに関しては、なんか、見てみたい。出来が良かったら感動するだろうし、出来が悪くてもネタとして笑えるだろう。映画化する際は、ご一行、おなしゃす。さて、話は変わって、エルデンリングに関して、もう一つニュースがある。こちらをご覧いただきたい。株式会社エドウィンのツイートだ。エルデンリングとのアパレルコラボが進行中。世界観を壊さないよう、デザインを模索しています。はぁ。エドウィンは、1961年に創立された、日本のファッションブランドメーカーである。エルデンリングがファッションになっちゃう。割と、T シャツや小物などは作られたりするのだが、本格的な服になるのはなかなかない。全身エルデンリングに身をまとい、街を徘徊することができるのだ。これは、楽しみである。というか、このツイート。フロムファンにめっちゃ気を使っていて笑える。世界観を壊さないよう、デザインを模索しています。フロムファンの恐ろしさを知ってるコメント。フロムファン、特に、フロム原理主義者、と呼ばれるものは、なかなか過激だ。原作崩壊を起こしてしまえば、
街一つがなくなるほどの破壊力を持っている。その恐ろしさを知っている、エドウィン。これは、ますます期待できそうだ。このエルデンリング、バンナムの偉い人が言っていたように、こすりにこすりまくっている。ファンとしては、新たな発表を聞くたびに、心が躍るような気持ちになる。しかし、フロムさん、バンナムさん、何か忘れていませんか？ DLG DLG ダウンロードコンテンツはよはよーきり映画化やグッズも嬉しい。ファンにとっては嬉しすぎる。しかし、あくまでそれはそれだ。服用だ。我々は本業の方を待っているのだ。わー DLC はまだか。新作発表でもいいぞ。角川の株買って準備万端だぞ。なんかオリンピックのあれこれで大変そうだが、株買ったんだぞ。めっちゃ下がったわー。おらひぃ。なんだと。落ちない、だと。角川の株価は簡単に落ちたのに。株なんてもうやだねきれい。ご視聴いただきありがとうございました。実写版メリナとか今日見てみたい。